八代目、桂文治、1883年1月21日から1955年5月20日は、落語家。生前は、落語協会所属。本名、山地梅吉。出林、徳下刈。母が六代目、桂文治の5妻になったために、後に養子となる。また妻の父は、桂文太郎。東京の生まれ。はじめは、義太夫がたり。 竹本敷子太夫。1898年5月に六代目3、笑い亭コーラに入門し大屋さん勝ちとなった。その後母が大師匠六代目、桂文治の五歳になった関係で養子となる。1902年5月に四代目、桂西賀と名乗り二つ目昇進。1906年頃上方で修行し、1908年9月に三代目、桂文江の門下で四代目。 桂ツが、師匠文江死去に伴い、1909年頃に二代目、三遊亭窓川の門下で二代目三遊亭小園場、東京に戻り、1911年に、桂大和、山と、1913年4月に七代目、大屋山馬襲名、この頃から、落語研究会の前座に抜擢され、1917年に、園芸会社で、若手新内となる。 1929年10月に8代目、桂文治襲名。ちなみに7代目、桂文治は6代目、桂文治が1代に限って髪型へ戻す約束としていたため、文治の名跡は再び、江戸系統に移った。1947年に、落語協会初代会長4代目、柳谷子さんが、上野鈴本演芸場で、講演後に休止したため、 二代目会長就任。以後1955年に死去まで会長を務めた。後任は元弟子八代目桂文楽であった。風貌は顔が黒くておもな長でギョロッとした目、髪は白く丸で白黒映画のネガのようであった。周囲からは写真の原版、ナス、または根岸に住んでいたことから、根岸の師匠、または落語協会二代目会長であったために、会長。 桂の総家元にあたるため、家元と呼ばれた。毛並みの良さと住職にありながら人望がなく、元弟子文楽は花札に爪痕を入れてかさま爆地を、する文字に、この師匠は大したことがない。と失望して五代目竜亭左落門家に移籍したという。また四代目子さんは、あだ名付けの名人で、デブの炎章と言われた五代目炎章に、カボチャと名付け、 八代目文治と五代目炎章が喧嘩を、すると子さんは、ナスとカボチャの喧嘩がござると冷やかした。若くして、江戸、情報の話に通じ、実力もありさん馬時代から美生売りにを、植望されたが、文治襲名後は名跡を意識しすぎて伸び悩む。あれこれと工夫とするが、悪が強すぎる、邪道にはまり、ある程度まで行くと止まるゲートされるなどの、悪循環で、 せっかくの才能を生かせぬまま礼遇され、戦後は昼席の鳥を取るくらいで、高齢も相まって小声でボソボソ喋り、聞き取りにくかったという、ひどい時は、講座の途中で客が帰る時もあった。晩年は、引退同然の状態であった。持ちネタは多く、特に、京、大阪、江戸の言葉を使い分ける、気温会。縮み上がり、五人回しなどの狂わ話。 ギダユーの素養を生かしたギダユー息子、上方仕込みのザルや江戸前では猫級、そして泉十郎太、まさかど、八百造吉五郎などの芝居話などを得意とした。特に芝居話は父譲りの本格派で初代中村吉右衛門の子は色を使ったが人気役者の声色で芝居話を演じることのできた最後の話家でもあり、 特別な会では、照明にろうそくを用いるなど、江戸時代からの古い演出を行い陳調された。1955年5月20日に死去した。去年72、墓所は港区公演寺。ありがとうございます。